えー、メールが来ております。東京都ラジオネーム、黙るもぐら。酒井さん、ご結婚おめでとうございます。うん、えー、まあ、そうか、もうしてんだもんね。してる。してる。はず。かなうん。はず。今日まだですけど。うん、ずっと応援していた酒井さんの結婚は自分のことのように嬉しかったのですが、うん、一つ気がかりなこともあります。うん、それは、酒井軍団の存在です。うん。 これまで、坂井さんは、後輩のションベン製造場の工場長として活躍されておりましたが、結婚を機に、坂井軍団は解散してしまうのでしょうかそれとも奥様との食事の場にも、柿本さんやハッシーさんを連れて行かれるのでしょうか坂井<ー>軍団、いや、これ、こうなるとさ、うん、奥さんとの時間。 で、もちろん、ね、こんなお仕事させてもらってるから、うん、そんなに毎回毎回、夕食時に帰れるわけでもないし、うん、貴重な時間になるのよ、家族でご飯とかっていうのは。うん、じゃあ、その貴重な時間を後輩にどんだけ割くのかとか。うん。難しいよねだ。つか、こいつ、自分のことのように嬉しいって、キモいな。めちゃくちゃキモいよ、それ。いや、これは、いや、一緒にこう、祝福して。なんでそんな いや、そんなことはねえだろ。いや、ずっと応援していた酒井さんの結婚だから、自分のことのように嬉しい。うん。って言ってるよ。うん。黙るもぐらは。こいつだって結婚してないわけじゃだって。してないだろうね。いや、だからこそ、あの、追っかけてんじゃない酒井さんファンとして、うん。あ、嬉しい。兄貴が結婚したみたいな。兄貴って、弟だと思ったことないよ。 え黙るモグラを黙 <laughs> るモグラってなんだよ、だから。黙っちゃうよ。<laughs> <laughs> そうだよな、ね、そん軍団,軍団、ね。ちょっと考えないとな。解散かな。解散。だってさ、もうなんかた、例えば、じゃあ奥さんの手料理を後輩交えてっていう気もないわけでしょ嫌だね。うちはそれどっちかっ平気なのよ、逆に。うん 奥さん作ってくれて、うん、誰か芸人来てご飯食べたりとかしてたから。うん、軍団。がどうなるかだよね。うん、で、外出て飲んでばっかりもいらんないわけじゃん。あいつらあいつらでまたみか探すと思うよ。あ,あ別な軍団。軍団こうなるとだからさ、グリーンピースの落ち合いが超となる。そうなんだよ。ならなきゃいけないんだよね。だから落ち合い軍団に、ね、今、くらえ、 する可能性全然あります。下が育ってないわけじゃん、軍団の中で。うん。長となるような。一人もいないからね。うん。おさになる奴が。うん。不安だよね。おさになるような奴が育たなかったから、軍団が継続できたっていうのもあるしね。普通売れて抜けていくからね、後輩って。一人も。抜けることなく。全員のことがあかけることもなく。うん。軍団の屋根で雨宿りしてるから、 ね、これはだから、例えば、新居ができても、うん、そこでじゃあ、軍団で飯だっていうのはならないそれは継続あ。いや、それで言うとさ、うん、この間、あの、ちょっと自分の家、新しいさ、はい、メイエリアの家にさ、引っ越しをする中で、うん、ちょっと荷物が届くことがあって、うん で、日程決めてたんだけど、どうしても行けなくなっちゃった仕事で。はい。はい。どうしようと思って、後輩、坂井軍団の上田に頼んだらちょっとうちいてくんないかな、つって。カーテン届くわ、つって。いてくんないつって、いてもらったことあったの。半日ぐらいかな、朝から。で、ちょっと俺時間がたまたま空いて、あ、一瞬帰れるわ、この瞬間帰れたら、 自分が荷物がって取れるかもと思って、上田に、俺の家にいた状態で、ガチャって開けて、何も言わずに、入ったら、え、え、なんで帰ってきたんですかなんで帰ってきたんですかなんで帰ってきたんですかめちゃくちゃ焦ってて、絶対しこってたんですよあいつ <laughs>。絶対しこってたやつの焦り方なのよ、<や>上田が。それは、でもさそ。そんなやつ俺をよ、奥さんとかと一緒に飯食えないよ、俺。それでも言ってあげないと、事前に。 それでも、しこるじゃん。言わないとさ。いや、急に帰ったらしこってる可能性ってあるじゃん。自分がそれで嫌な思いしたことあるでしょうなんもない部屋ですよ。なん <laughs> もない部屋おかずにすんすかあいつ。<laughs> いや、なんもなくてなんもすることないからしこるしかねえじゃん。<laughs> 何それ新居で勃起するって。ベイエリアで。<laughs> 俺が本当は初執行したかったの。<laughs> <laughs> 上田に取られたわ。<laughs> そういうことでもね,ね本当。 とんでもない焦りようだったもん、マジで。いやいや、それ焦るよ。また心臓爆膜いってますわーって言って。<laughs> <laughs> 絶対、あいつ、最悪。でも逆だったら仕込んない心境俺寸止めは寸止め仕込りよ。心境が別に俺、をなんか、材料にはなんないよ、俺。いや,いや、心境材料にはしないだろうけど。だから心境だから何もすることないから携帯見てさ、いろんな、そういうのもあるじゃん。 ちょっとサイトを見ててとか。先輩のだって、家だよ。後輩の新居でしこる方がやばくねえかうん俺だって杉さんの引っ越し手伝った時も絶対しこんなかったよ。うんうん、人がいるからだろ <laughs> 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 人って何歳までしこるんだろうな。<laughs> て平子さんの新車で例えばしこられていいじゃあ後輩に死んでもやだね死んでもやでしょ死んでもやだね今わかったわ初めてわかったわとんでもないやつだなちょっとちょっと一瞬だけ車の中入っててもらっていいちょっと駐車しなきゃいけないからさつって急にかちゃって平子さん戻ってきなおおなんすかなんすか?」なつって「で帰ってくるんすか?」ぶち切れるんでしょそれるあいつしこってたんか 絶対しこってたしょ多分行ってはないとだだそのあと俺すぐ出たからその後もしかしたら続きセーブしてたのを <laughs> もう一回 <laughs> 玄関の方ちょろちょろ見ながら <laughs> やんなきゃいいじゃねえかよ <laughs> <laughs>